はい、皆さん、こんにちは。僕ですね、自分で投稿した動画、主にね、車窓とか、あとお出かけとかね、あと、オープニングクロージング映像のね、実況動画をね、逆再生していた動画をね、上げることがあるんですけど、じゃあなぜ、逆再生動画をね、上げるかについて、今回ね、話していきたいと思います。で、まずですね、僕、もともと逆再生動画をね、見ることが好きで、もともと好きになったきっかけっていうのは、4年くらい前に、ドナルド噂っていうね、動画を、流行ったのはね、もうちょっとね、もうそれからも10年前なんですけどね、だからもう15年くらい前の話になるんですけど、その動画はね、ちょっと今更ながらもね、見て、これ実際やってたのが、幼稚園か保育園ぐらいに通った頃から、小学生くらい、小学校低学年ぐらい、ちょっと年齢バレちゃうんだけど、それぐらいの時期にね、やっててですね、で、初めてね、そのモノマネをしていたやつ見たのはですね、小学生になってからですね、小学校に入ってからの話で、で、なんかね、ランランルーとかね、よく生えてたんですけどね。なんかね、マクドナルドのマスコットをいじってね、なんか何が面白いかなってね、正直ね、僕最初はちょっと疑問に思ってまして、で、あれからね、10年くらい経って、で、ね、とあるね、YouTube 動画をね、ちょっと見ててですね、で、たまたまね、おすすめのところに、結構な確率で、ドラの噂のね、まとめ動画がね、出てきてね。で、それを見たんですよ。で、それ見てみたらですね、リアルタイムで、これ、まだね、その時はね、ドラの噂がどうかっていうのね、当時わからなかったんだけど、こんなシーンもあったなってね、思って、ちょっとね、夢中になって深く見たら、すごい面白くて、で、実際やってた時から、10年経って、経ったんだけど、今更ね、一時期ハマったんですよ。で、それで、ね、そのドナルド噂の逆再生番長がね、またあってですね、で、これもね、またおすすめの動画のところにあってですね。で、見てみたらですね、空耳がね、ほんとやばいほどね、草生えてですね、本当に腹筋崩壊するぐらい、某アニメにね、つまらんって言ったりとかね、某子供アニメにね、あとはオグラノウとオグラノみたいなの出てきたりとかね、ちょっと本当にね、やばいぐらいね、すぐ笑ってましてですね。で、それをきっかけにですね、ちょっと、他の逆再生動画もね、見てみたらですね、韓国語とかね、中国語とかね、アラビア語とかね、本当は日本人なのに、すごいね、ペラペラ話してるように見えてですね、ちょっとこれ失礼かもしれないけどね、ちょっとね、笑ってしまってですね。それだけじゃなくて、その映ってる映像も、動きもね、逆再生すれば、当然ひっくり返るんで、映像のね、動きもね、すごいね、面白いなってね、その時思ったんですよね。今まで、逆再生動画たまに見るんですけどね。そういうところが面白いですよね。で、あとですね、有名 YouTuber の、素揚げさんっているじゃないですか。で、その素揚げさんが、全盛期だった頃に、今からね、2、3年くらい前にですね、桜の下でね、粉雪歌ったりとかね、あとはね、真夏日の中ね、川の近くでね、蛇口ひねってね、水浴びしたりとかね。あれはね、本当はね、やってはいけないことだとね、思うんですけどね。やっぱ次使う人がいたらね、
まあ困りますけどね。まあ本当はやってね、いけないね、ことなんですけど。まあ、そういったようなね、水浴びするようなね、動画ね、上げててですね。で、まあ、その動画の、逆再生版が、なんと、捨て上げ自身が、自ら上げててですね。で、まあ、動きも含めて、で、まあ、その逆再生動画をね、公式で、フルバージョンにね、逆再生、ね、上げようとしてるところがね、まあ、これもね、草生えてね、まあ、めっちゃ面白かったし、逆再生で、水浴びの時に、さっき言ったようなやつね、真夏日の中に水浴びする動画で、ああ、気持ちいいって言ってるのを、これちょっと、やばい、ね、言葉言っちゃったね。ちょっとある意味、意味深な言葉、ね、ちょっと言ってる意味だけどね、僕はね、そういうふうな感覚で言ってないです。はい。ドラゴンボールのね、オープニングテーマもね、サビですね。チャーラー、ヘッチャラーって、ふうにね、聞こえてですね。あれがね、本当にね、やばいほど面白くて。で、もう、本当に当時はね、死ぬほど笑ってました。まあね、まあ、そういうのもあってですね。で、あとね、その、捨て上げさんの、信者たち、まあ、捨て釣りって言うんですけど、その捨て釣りであるね、ネパール人の、ラウザさんっていうね、方がね、まあ、あれはなんか料理の動画でしたかね。料理の動画ね、逆再生動画を上げてですね、まあ、僕もね、一応、捨て釣りのね、人間なんでね、松上げさんの動画をね、よく見てたんでね、まあ、それもあるし、逆再生動画ね、僕もね、あげたらね、面白そうだなってね、思ったんですよね。で、あとは、もともとね、動画投稿をね、動画活動ね、始めるときに、その空想を僕コンセプトにして、情報発信しようとしてたのもあってですね、現実世界って、直接逆再生とか、あと早送りとか、巻き戻し機能ってないじゃないですか。で、まあ、そのうち、単に早送りとか、巻き戻しをしただけのね、動画だと、その中身のね、面白さっていうのがね、ちょっと欠けてしまうし、テレビとか、あと DVD とかね、あと、ブルーレイプレイヤーって、逆再生機能って、正式についてるところ多いじゃないですか。まあ、もう、僕のね、家ではね、もう10年以上ね、新しくね、テレビとかね、あとはブルーレイプレイヤーとかね、もう買ってなくてですね。まあ、今はね、どうかちょっとわからないんですけど、で、まあ、なかなかね、逆再生っていうのは、ね、意外とできないもんだから、逆再生ソフトをね、僕がね、ちょっとブラウザ版でね、ちょっと調べてね、で、まあその便利なね、逆再生ソフトをね、見つけたんでね。で、まあそれを使って、直接ね、現実世界にはできないね、こと、まあ、逆再生を、情報発信することによって、空想世界をね、アレンジして、で、まあ通常再生ではね、ありえないね、面白い冒険もね、逆再生することによってね、見れるんでね。まあ、それはね、出すことによって、まあ、貢献につながるんじゃないかなってね、思ったんですよね。まあね、だいたいそれぐらいかな。で、ですね、まあ、この間ね、粉雪なんで動画を、歌ってみた動画にあげたんですけどね、もうこれもね、ちなみに逆再生ね、上げていく予定です。近いうちにですね。はい。まあ他にもね、いろいろとね、誘う動画とかもね、逆再生動画上げていく予定なんでね。まあ逆再生動画ね、まあ、半分かね、まあ、半分かもそれ以上ぐらいはね、本当にコメディ動画でね、見ていいです。本当に、笑って、笑えばね、もう、
逆に僕もね、嬉しいと思うんでね、まあ、学ばれ草とかね、まあ、どんどんね、コメントしても大丈夫なんで、むしろね、そっちの方がね、受けが来たんだなって、受けを感じたんだなってね、思ったし、思うし、ぜひね、逆再生動画ね、どんどん、まあ、ゴミとかね、これはダメとかね、そういったようなね、これなんかクズ動画みたいなね、そういったことのね、倫理性のないね、ことをね、言うこと以外はね、どんどんコメントしていっていいので、まあ、どうぞね、逆再生動画もね、よろしくお願いします。はい、ではね、今回はここまでしたいと思います。最後までありがとうございました。あよ、チャンネル登録よろしく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 し、登録しないとしく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 し、ピエンピエン、ほらピエンピエン、ほらピエンピエンになってしまうよ。ジョークです。